第一次クストーザの戦いは、1848年7月24日と25日、第一次イタリア独立戦争中に、陸軍元帥、ヨーゼフラゲツキーが指揮するオーストリア帝国軍と、カルロアルベルトを率いるサルデーニャ王国軍が戦った。1848年3月、ミラノはオーストリアの占領に対する反乱を開始した。カルロアルベルトは、 ミラノの反乱を支持し、オーストリアとの戦争を宣言した。ベネチアもまた、オーストリアからの独立を宣言した。オーストリアの陸軍元帥、ヨーゼフ・ラデツキーは、ミラノから自軍を撤退させ、四辺形として知られるベローナ、マントバ、ペスキエーラ、およびレニャー後の4つの要塞に防衛陣地を築いた。ピエモンテ軍は、短い包囲の後でペスキエーラを奪ったが、ラデツキーは、 かなりの援軍を受け取った。7月25日頃、ピエモンテ軍は北のリボリ高原から南のゴベルノロまで戦場に広く分散した。ゲンスイラデツキーは7月23日に、イット・エットーレでサンナズ将軍率いるピエモンテ第二部隊に攻撃してペスキエーラまで撤退させた。24日のもう一つの攻撃で民著側を背に、部隊が二つに分かれた。 ピエモンテ最高司令部はゆっくりと不確かに来たからの知らせを受け、最終的にエウセビオ・ババ将軍率いる第一部隊の大半でスタフロの村に向けて後方からオーストリア軍を攻撃することを決定した。攻撃は24日の午後に始まり、この地に展開していた一個旅団をうまく撤退させた。しかし、これでサルデーニャ司令官は自己満足の悪い感覚に落ち着かせ、 ラデツキーを借り立てて民衆側を越えて前進するのを止めさせ、これらの敵軍を進軍させた。25日、ピエモンテ軍はこの地でより多くの敵軍に攻撃するように命じられ、第2部隊は民衆側からの攻撃を助けるように指示された。しかし、攻撃的だったものが一転して、敵の前進に対し必死に立ち向かうことになった。1日中、 数が多かったピエモンテ軍は二つのオーストリア部隊による攻撃にさらされ、その日の終わりまでに前列が後退を余儀なくされた。しかし、撤退は整然とした方法で行われ、兵士たちは戦っていた。十分な勝利ではなかったが、カルロ・アルベルト王と将軍は心が折れていた。最初は反撃しようとしていたが、民著側の背後の後退はミラノでのみ止まるだろう。 市の郊外での小さな戦いの後、休戦協定が調印され、ピエモンテ軍はサルデーニャ王国の境界内に撤退した。翌年の戦争遂行を延長する試みは、ラデツキーの別の勝利と第一次イタリア独立、戦争の効果的な終結をもたらした。オーストリア元帥はすべての反抗的な州をオーストリア支配下に戻した。ありがとうございます。